自動車の全消灯 HID、ランプ、ハロゲンランプ、LED ランプを状況によって使い分ける。ヘッドランプを取り付けたヘルメットの例前消灯とは、輸送機械の全部やヘルメットなどに搭載、装着し、操縦者の視認性と外部からの非視認性を向上させるために使われる、照明装置。ヘッドランプ、ヘッドライトとも言う。ナオト記事では、ヘッドライトとしても表記する。 輸送機械では全面に透明のレンズを持つランプが付けられている。用途としては自動車、鉄道車両、自転車など地上の車両のほか、航空機、船舶にも装備される。ヘッドランプの基本構造に大きな違いはなく、レンズ、反射鏡、光源の3つの構成部品からなる。なお、ヘルメットや帽子など頭部に装着するものもヘッドランプという。 リング状にした平紐やゴム紐のベルトで頭部に直接巻き付けるか、固定具でヘルメットに固定して使用する。帽子のつばに装着して使用するものもある。体の一部に固定して使用することにより、両手が自由になるため、暗所での作業だけでなく、登山や釣りなどのアウトドアレジャーのほか、潜水にも使用される。電源に乾電池を、光原には、 消費電力の少ない発光ダイオードを使用したものが一般的であり、従来の電球を光原とした製品は姿を消しつつある。宇宙での使用を考慮した、防滴仕様のものや、潜水用に水中で使用できるものもある。シビー製ダブルリフレクター式、ヘッドランプに交換されたトヨタカローラレビンテ27型通常の反射鏡で、 ハイビーム用となる範囲の前側にドライビングランプ用、反射鏡が備わっている、多数の LED を配置した、レイトールハンマーをモチーフとした、レイ自動車、オートバイ用の場合、前面の左右に、それぞれ1個ないしは2個が、運転者の視点より低い位置に左右対称に、取り付けられる。通常、ハイビーム、走行用前、消灯、遠目と、ロービーム、 すれ違い用前消灯を切り替えることができる。ハイビームは正面を遠くまで照らすため、夜間の対向車や前方の車が存在しない場合に用い、ロービームはやや下方を照らすため、対向車や前方の車への減惑防止や、霧や雪などに光が反射する場合、白暮時に使用する。自動車用ランプに関しては1958年協定に基づき、国連で、 ECE 規則が策定されており、加盟国間では認証の相互承認制度が導入されている。国際連合の欧州経済委員会による自動車基準調和世界フォーラムでは、ロービームで2000ルーメン以上の高速を持つ全消灯に対して、洗浄装置を装備することを義務付けている。基本的にすべての HID ランプと一部のハロゲンランプが該当する。 追加の補助灯として、フォグランプが一般的だが、ドライビングランプ、スポットランプ、コーナリングランプ等も存在する。自動車初期の前小灯は、石油やアセチレンガスを燃料として使用しており、アセチレンランプが主に使用された。1908年に発売されたフォードモデル T でも、アセチレン、または石油ランプが採用されていた。 電灯を利用した全商灯は1898年のエレクトリックビヒクルカンパニーによるコロンビア電気自動車にオプション設定されていた。しかしながら当初の電気式米商灯はフィラメントの寿命の短さや十分な電流を供給できる小型のダイナモの生産が困難なこともありすぐには普及しなかった。1912年にキャデラックが デルコエレクトロニクスのバッテリー式点火装置と電気式照明装置を統合した。1915年にはロービーム機能を持つ全商等が登場したが、外から操作しなければならず、車の中から操作できるタイプは1917年にキャデラックが初搭載した。1924年に登場したベイロックスバルブにより一つのバルブで灰とローが切り替えられるようになった。 1927年には足で操作するタイプのディマースイッチが登場し標準となっていった。北米では1984年まで統一規格の全消灯が採用され、デザインに制約を受けていた。これは当時バルブとレンズが一体型になっており、どの地方のガソリンスタンドに行っても交換しやすいよう規格を絞り込んだためとされる。1980年代以降、 自動車用にはハロゲンランプが多く使われているが2000年頃からフィラメントのない HID ランプを用いたものが増えているこの時期になると徐々にポジションランプの LED 化が進められていたが2007年5月に発売されたレクサス LS600H を皮切りに LED を使用した全消灯も採用されるようになったその後 LED のハイビームライトに比べ照射距離 約2倍、高度約3倍の性能を持つレーザーヘッドライトが開発され、2014年にはアウディが、米国、ラスベガスの CS にコンセプトカーを出展。さらに、ルマン24時間レース向けのアウディ R18E、トロンクワトロや市販車の BMW i8 に搭載されている。かつては、自動車メーカーのアイデンティティは、フロントグリルと全商等で表現されることが、 多かったが、LED 化により、デザインの自由度が増したことにより、トヨタ自動車の金ルックや、ボルボカーズのトールハンマーなど、全消灯の形状を全面に押し出したデザインも見られるようになった。日本では、自動車用ランプに関して、道路運送車両法の保安基準が定められており、性能要件については、道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示が規定されている。 道路運送車両法の保安基準の細目を定める。告示には新規の自動車登録時に適用される基準と、車検時に適用される基準がある。車検の際の全消灯の照度や、光軸などの検査は、2015年9月以降、従前は原則として、ハイビームで行っていたものを、原則として、ロービームで行うものと改められた。全消灯の公職は、かつて白股は、 単光色とされていたが、2006年1月以降に登録された車両にあっては、白色と決められている。これ以外の色や、極端に高い、あるいは低い色温度のものを使用してはならない。1体もしくは2体がそれぞれ同じ色でなければならない。ただし、フォグランプに使用するバルブは、白色以外でも構わない。主に全消灯は夜間に点灯。白母時に、 人身事故が多発することから、早めの転倒を呼びかけるとワイライト運動も行われている。原動機付き自転車及び自動二輪車においては、道路運送車両法により、全消灯を消灯できない構造であることが定められ、1996年以降、製造の車両は全て消灯できない構造となっている。常時消灯できるように改造されたものは違反となる。 2020年4月以降に発売される新型車から順次暗くなると自動的強制的に全消灯が点灯するオートライト機能の搭載が義務付けられるようになった。かつてヘッドライトの形状は四角形や丸型でバルブ交換のできないシールドビームとすることが一般的であったが1990年式に入ると規格の自由化が広がり徐々に姿を消した。 自動車用のバルブ形状は、一般的なものだと H1、H4、H11、HB4、H8 などだが、中には IH01 や 9005J という特殊な規格の採用例も存在する。ヘッドライトそのものの規格としては、シールドビーム、マルチリフレクター、プロジェクタータイプが挙げられる。のルールとマナー自動車の全灯には、通常、 ロービームとハイビームが備えられている。法令上の名称は、ロービームがすれ違い用前消灯、ハイビームが走行用前消灯である。照射距離は、ロービームが前方40メートル、ハイビームが前方100メートル先まで届くことと法令により定められている。夜間走行時は原則として、ハイビームを使用しなければならないが、他の車両と行き違う時や、 他の車両の直後を進行する場合に、他の車両の交通を妨げる恐れがあるときは、ロービームを使用することが法令で定められている。要するに、対向車、先行車がいるときだけ、ロービームにするのが基本である。当下の操作が適切でなかった場合、道路交通法第120条第8号により、刑事罰の対象となる。警察庁は教則において、 交通量の多い市街地などを通行している時を除き、歩行者などを少しでも早く発見するために上向きにすることを推奨しているが、対向車と行き違う時や、他の車の直後を通行している時は、前照灯を変行するか、下向きに切り替えなければならないとしている。ネクスコ中日本もマナーガイドにおいて、道路状況や時間帯に応じて、 ヘッドライトの向きをこまめに切り替えることを推奨している。2015年には夜間に歩行者が車に跳ねられた死亡事故625件のうち約96%に相当する527件はロービーム使用中であったと警察庁が発表した。この中にはハイビームの使用で事故を防止できた事例もあるとみられる。ロービーム、ハイビームの切り替えについては わずらわしさや切り替え忘れの問題があるため、メーカーにより、ハイビームを自動的に調整して、夜間の視界を最大限に確保できる、次世代型全消灯、明るさセンサーや光学式カメラなどを連動させ、車両と周囲の状況を検知することで、常時ハイビームのままでも、他者を減惑せずに走行できる技術や、カメラで対向車や前走車の他歩行者なども検知し、 複数の廃光の組み合わせで減惑する部分の光だけをカットした上で、その周囲をハイビームで照射する技術も開発されている。高速道路においてもハイビーム、ロービームの使い方は一般道と同様である。しかしながら高速道路上におけるロービームの使用は一般道以上にリスクが大きい。ロービームの照射距離が40メートルしかない一方で、 高速走行時の停止距離が100メートル程度必要になることから、ロービームで走行し続けた場合、危険を察知しても避けることが困難であるためである。ロービームのまま走行中に前方で起こった事故の存在に気づくのが遅れ、二次衝突を起こし、第二当事者となった場合に、民事上の損害賠償責任が認められた例がある。日本では、 自動車の全消灯は日没後から点灯させることが義務となっているが、それ以前の薄暗くなり始める時間帯からロービームを使用させることが推奨される。日没前後の高齢者が歩行中に死亡事故に巻き込まれる例が多発していることから、国土交通省は2020年4月以降、暗くなると自動的に全消灯が点灯するオートライトを 新型の乗用車への搭載のメーカーへの義務付けを決めた。明るさが線力済まんになると自動的にライトが点灯し、走行中は運転者が消すことはできない。EU では国連で制定される ECE 規則とは別に EU 域内の自動車及び自動車部品の認証の相互承認のため EEC 指令。古くは油灯やカーバイドランプが使われており、 伝統となってからもシングルフィラメントの時代が長かったため、光軸の切り替えが不可能であり、すれ違い時には現行で対応していた。ダブルフィラメントとなってからは、ハイビームとロービームを切り替えることが可能になった。HID 式のように放電式等の場合は、起点の切り替えができないため、電磁石などで機械的に光源か反射板を動かし、光軸を切り替えるようになっている。 1960年代以前に製造された車両の多くはランプ交換式の暗い白熱灯式の前、消灯であったが、1970年代以降はシールドビーム化が進み、光量のアップと長寿命化、交換の容易化が図られた。1990年代からプロジェクター式、2000年頃から HID 式、2006年からは高輝度 LED を、 用いたものなどが出現するなど、バリエーションが増えている。取り付け位置は、車体の上部にある場合、下部にある場合、そして上下両方にある場合があり、使用環境や各車種によって様々で、同じ鉄道事業者でも統一はされていないが、阪急電鉄のように創業以来一貫して、すべての車両が正面貫通路の上部に設置している事業者も存在する。 運輸省令で夜間の全部標識として前、明かりを上部に1個掲出すると定められていたため、かつては上部に1個のみ取り付けられていた。私鉄では1957年10月、名古屋鉄道5200系が固定式前、小島三島で登場。日本国有鉄道では、東海道本線の電車特急、小玉を運転するにあたり、新造された20系電車が前、 明かりを腰部にも2等増設して3個取り付けることになり、運輸大臣の特任を得た。その後ろ前等の2個以上の取り付けは、標準的なものとなり、省令も改正された。また、主に、関西圏では、特急のように、高速度を出す列車に用いられる車両には、列車種別を分かりやすくするために全小等とは別に、通過標識等を装備する場合がある。ドイツ語で、 ドレリックット・スピッツン・ジグネルと称される。ドイツの列車の最前部の鉄道車両が検出する列車標識の一種であり、その夜間方式である。ドイツの鉄道の建設と運行に関する省令第14、省の規定に準拠している。列車の先頭車が機関車か制御車である場合には、夜間にはその最前部にアルファベットの A の形に3個の白色灯を、 検出しなければならないと規定されている。これにより夜間でも道路交通の車両から列車の接近を明瞭に判別することができる。ドイツの軌道法の下で運行される路面電車や LRT でも同様の基準が適用される。しかしその場合はしばしば方向幕頭が3番目の等価として用いられることがある。イギリス鉄道規格では列車の可視性のための要件として 高度、設置位置など全消灯の要件を定めている。着陸灯タクシー灯航空機に全消灯と呼ぶものはないが、前方を照射する、等過類としては、以下の2種類が挙げられる。大型機では、両翼の前沿部に埋め込み式あるいは、リトラクタブル式で取り付けられている場合が多い。ランディングライトからこの名称があるが、着陸時だけでなく低空飛行時や夜間離陸時等でも、 日常的に点灯する。通常灯軽いの中で最も明るく、前方からの視認性に優れるので、無線故障時や無線を持っていない相手に対して、点灯、点滅等を行って、簡単な合図に使用されることもある。地上走行に際して、前方を照らすために用いられる。前足部分に取り付けられていることが多く、足を格納しての使用はできない。 自転車の全消灯とリムダイナモ電源として、リムやハブのダイナモや電池が使用される。従来使われてきたリムダイナモの場合、点灯時は消灯時に比べ肉体的負担が増す。負担を軽減するため、前輪のハブに発電機を組み込み、夜間走行時に自動点灯することで付け忘れを防ぐものもタウン車を中心に増えている。負荷がほとんどない非接触式発電ライトも、 販売されている。リムダイナモは1.2から3ワットほど、ハブダイナモは 2.4W3 ワットほどの出力がある。一方間電池や二次電池及び最近は太陽電池を使用するものもある。電池式のものは古くは夜間のスポーツ目的に装備されることが多かった。 点灯時の肉体的負担は皆無だが、白熱電球仕様で電池の消耗が早く不便で、経済的負担にもなった。現在は電球に代わり低消費電力で寿命の長い、白色 LED を使用したものが低価格でも発売されるようになり、一般にも普及しつつある。近年、夜間の無灯化自転車による交通事故は重く見られる傾向があり、裁判により、 多額の賠償金を命ぜられるケースがある。全消灯は白色、または単光色でなくてはならないため、赤などを用いるのは道路交通法施行最速違反である。電池式 LED ライトの中には点滅モードがあるものもあり、警察庁は点滅も道路交通法第52条第1項の10に含むとの見解を示しているが、各都道府県で自転車の10に関しての条例が、 定められており、夜間点滅するライトのみで走行した場合、都道府県によっては条例違反となる。ありがとうございます。